因为我战斗动画开着，我把战斗动画关的话，可能早就好了。是因为战斗动画开着。六张，いい海風ですわね、ベイル様。フィレネまではもうすぐですわよ。まさかセピアも来てくれるなんて。セピアはパパの従者だから、私に味方なんて絶対にしないと思ってた。心外ですわ。確かにソンブル様は私の主です。先打贝老师的吧。最近のあの方のご命令には思うところがございます。先打贝老师的吧。そうだよね、パパは人を殺すことは还没打。なんとも思ってないもん。でも私にも同じ血が流れてる。誤解されても当然なのかな。おかわいそうに、ベイル様。神竜に心ない言葉を言われたそうですわね。ルミエルを殺しただとか、指輪を奪っただとか。身に覚えがないなら向こうの勘違いですわよ。ソンブル様の娘だということを聞きつけて悪く言いたいだけに決まっていますわ。私は決めてるの。命に変えても人を傷つけないって。だからパパの元には帰れない。この世界を滅ぼしたりなんかしない。素晴らしいお考えでございます。二人とも本当に私の味方をしてくれるのなら、みんなの誤解を解いた後、私の兄弟を探すのを手伝ってくれない？おかしいですわね。ベイル様はソンブル様の唯一の巫女。ご兄弟などいらっしゃらないはずですが。いいえ、いるわ。一度だけ会ったことがあるの。これを見て。まあ美しい宝石ですか。まるで流石のようですわね。本物の流石よ。千年前、私の兄弟は泣いてる私に石をくれて言ったの。共にいることはできませんが、私はあなたの味方です。辛いことがあれば思い出してください。この石が砕けない限り私はどこかで生きていますから。って石はこの通り今も砕けていないわ。おい、どういうことだ。お兄ちゃんは今も生きてる。
したい。どうしても、もしお兄ちゃんも平和を望んでいるのだとしたら、パパを一緒に説得してくれるかも。セピア、すみません、少し驚いてしまって。わかりましたわ、ベイル様。フィレネで用が済んだら、次はその方を探しましょう。ありがとう。ずっと一人で探してたから、すごく助かるよ。ベイル様、フィレネが見えてまいりましたわ。お話も一段落したことですし、気分転換にご覧になってきてはいかがです？ソングル様の巫女に生き残りがいるですって。そんな話聞いてないぜ。私もよ。感謝科研赠送的五个拼配票。全員千年前の戦争で一番幼くて戦えなかったベイル様以外は全滅したわ。私は見ていたもの、一人ずつ死んでいくところ。いえ、でも待って、まさかそんな。心当たりがあるのか。確信はないけれど、この推測が当たっていれば大変なことになる。確かめる価値はあると思うわ。何にせよ、このことを今のベイル様が眠る前に聞けてよかったな。ええ、フィレネについて真実を知れば、もう二度と目覚めることはなくなるのだ。魔之遗迹，这是什么的外传？先回去做个日常，收菜。草原外传，你看我昨天，你看我怎么打？我昨天一个路易就把敌人卡住了，一个路易卡住一个，就可以把敌人所有的兵都可以卡住了。你去看我昨天录像吧，看我录像怎么卡的。不对，新人加入忘记换衣服了。またお待ちしています。よく来た。どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！
良い成果だ。やるな。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？そこに投げてみるか？不知道。今だ。素晴らしい成果だ。私も驚いたぞ。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。釣りは成果が全てではない。また来るといい。キラ王女、なんだか楽しそうだな。分かっちゃう？私これから町へ遊びに行くんだ。なんと、王女が一人で町へ遊びに行くのか。お忍びでね。よかったらディアモンド王子も一緒にどう？私は遠慮しておこう。これから鍛錬の予定があるのでな。そっか、それは残念だよ。他国の事情に口を挟むつもりはないのだが、遊び歩いている暇があるのなら体を鍛えた方がいいのではないか。それはそれ、これはこれだよ。私はみんなを守るのも大好きだけど、街でみんなと遊ぶのも大好きなんだ。ディアモンド王子だって鍛錬するのはやめられないでしょ。鍛錬と遊びは違う。私は民を守るために体を鍛えているんだ。それなら一緒だよ。私も民を守るために町で交流してるんだ。みんなのことを知らないと守ることだってできないもんね。なるほど、ミスティラ王女の考え方は面白い。非常に勉強になるな。
灯籠城ってそんなに活気がある場所なんですね。ええ、スタルーク王子、白熱しすぎてお客同士が揉め出すことなど日常。培养的好一点再去，培养的産業が盛んな战术成型以后再去。灯籠城は一番熱気のある場所でしたね。セアダスの話はとても面白いです。話を聞いただけでまるでその場に行ったかのような錯覚を起こすほどですよ。大正生活か、やっぱりとても楽しそうですね。自由に行きたいところへ行き、気の済むまでその場所で暮らす。飽きたらまた次の場所を目指せばいい。何者にも縛られない生活、ああ憧れちゃいます。そういえばセアダスはどんなきっかけで大正生活を始めたんですか？もともと大正で生まれたわけではありませんよね。俺は綺麗な海のそばにある町で生まれました。物心つく頃には父は亡くなっていて、占い師の母親に育ててもらいました。ですが母も体が丈夫ではなく、幼い俺を残してこの世を去りました。それからまたいろいろとあって俺は路上で生活することになるのです。え、どうしてまた？身寄りのない子供が一人で生きていくのは簡単ではなかった、そういうことです。ああ、そんな時です。偶然通りかかったキャラバンのみんなが俺に声をかけてくれて、それから一緒に行動するようになったんです。その時の俺は満足に口も聞けませんでしたけど、師匠が踊りを教えてくれて救われた。言葉以外で気持ちを伝えられるようになったおかげで今ではすっかり明るくなりましたよ。そうだったんですね。あまり楽しい話ではなかったですね。いいえ、セアダスは悪くありません。何も考えていなかった僕が悪いんです。すみません、スタルーク王子、何か調子が変わってしまいましたね。今日はこの辺にしておきましょう。ではまた。あの、オルテンシア王女。スタルーク王子、あなたから話しかけてくるとか珍しいわね。その、実はやっぱりいいです。何よそれ、すっごく気になるんだけど。いいからとりあえず話してみなさいよ、ほら早く。厉害や。声ちっちゃ、もっと大きな声で。あの、その自信のつけ方を教えてほしいんです。今度は声が大きい。まあいいわ。それどういうこと？オルテンシア王女はいつも自信満々ですごいなと思っていて、僕は自信がないので自信のつけ方を教えてもらえたら嬉しいです。なるほど、そういうことね。でも残念でした、そんなの教えてあげません。あなたがブロディアの王子じゃなかったら丁寧に優しく教えてあげたんだけどな。そうですよね。あら、ブロディアは何度もイルシオンに攻め込んでいますから。それに僕みたいなゴミのために貴重な時間を割くなんて無駄でしかないですし、僕はなんて傲慢なんだ。恥ずかしいです、すぐに消えますね。ちょっと待ちなさいよ、私そこまでは言ってないわよ。いいんです、どうか僕のことなどお気になさらずに。僕のような恥の塊はオルテンシア王女に二度と話しかけませんから。え、ちょっとスタルーク王子ったら。てっきり怒って突っかかってくると思ったのに、かわいそうなことしちゃったわ。仕方ないわ、次に会った時に協力してあげましょう。哦，库存50克，太贵了。
はい。今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。素晴らしい。かっこいいよ。聞いてるよ。有后面有个宝箱，里面有一个，かっこいいよ。就杀打四狗的一关，宝箱可以开到一个。かっこいいよ。素晴らしい。聞いてるよ。かっこいいよ。素晴らしい。聞いてるよ。いい感じだ。素晴らしい。素晴らしい。僕も幸せだよ。また一緒に鍛錬しよう。感謝。我也要六块腹肌分享直播间。どれに挑戦する？いってらっしゃい。主角我转了本子，また来てちょうだい。しかし。すごいな。对。アルフレッド、少しいいでしょうか。もちろんだよ、神竜様。友のためならいくらでも時間を作ろう。毎朝私の起床時間に合わせて豪華な朝食を用意してくれるのは嬉しいのですが、できればやめてもらえませんか。あ、もしかして肉の量が多すぎたかい。体作りのためにいいと思ったのだけれど。
まあ確かに多かったですが、本題はそこではないんです。私だけ特別なものを用意していただくのはさすがに悪い気がします。そっちだったか、すまない。友達には幸せな目覚めをと思って用意していたのだけれど、今後はやめておこう。ありがとうございます。それから私が夜眠るときに必ずどこからか素敵な笛の音色が聞こえてくるのですが。僕が演奏していたんだよ、神竜様が幸せな眠りに入れるようにね。没什么好的权。そうだったのですね。音のする方にあなたのような人影が見えるなと。大変素晴らしい演奏なのですが、できればあれもやめてください。夜中までピロピロされるとさすがに夢にまで出てきます、曲が。すまない、いつ眠ったかわからないから長めにやってしまった。良かれと思ってやっていたことが全て裏目に出ていたなんて。僕は友達失格だね。え、そこまでは。前向きな僕でもさすがに反省を禁じ得ない。頭を冷やすため少し走ってくるとしよう。いろいろと迷惑をかけてすまなかった。神竜様、では。然后主线关卡一些宝箱，或者访问村子啊，或者是救村民啊，各种七七八八会给你一大堆，肯定是够用的。很转的，我不知道，不知道后面有没有无限麦。すごい。す。神竜様、お弁当のお味はいかがでしたか？とても美味しかったです。ありがとうございました。あの神竜様、よかったらこっちを見てください。はい。あ、目が合いましたね。私の素敵な顔を見ていますね。魅惑的な顔面を持っていてすみません。そんなに熱視線を注がれると。ん？あ、注がれていませんね。神竜様には私の色気が通じないのでしょうか。よし、ここは気を取り直して耳元でささやいてみましょう。神竜様、私幸せです。素敵な神竜様にお弁当を食べていただけて。私も幸せですよ、ゴルドマリー。あ、そうでしょう。やっと落ちてくれましたか。为啥不看了。ほっぺたが落ちました。あの肉料理の作り方ぜひ教えてほしいです。教えますけれども、なんだか悔しいです。ねえねえ。ロサード。あ、神竜様、俺の絵見てくれました？はい。森の奥深くにある枯れた井戸、一筋の陽光が差し、そこに咲く一輪の花、暖かさと荘厳さの雰囲気が合わさった、とても見応えのある絵でしたよ。でしょう。見栄えバッチリでしたよね。あの風景を探すのに何時間も森をさまよったんですから。でもそんなに褒めてくださるなら苦労してよかった。見栄えのいい風景を描き、それをここにいる仲間たちに見てもらう。ロサードの趣味は素敵ですね。次の作品も楽しみですよ。本当ですか？嬉しいな。そんなに期待されちゃったら次はもっとすごいのを描いてこないと。そうだ、神竜様も手伝ってくれませんか？
今度狙ってる風景が険しい場所にあって一人だと少し難しいかも。もちろん協力しますよ。やったー、ありがとうございます、神竜様。名乗るよりも始めよ。お相手願おう。ここからもっと腕を磨かぬとな。鍛錬でなければ危うい。イルシオン王城兵ゼルコバだ。仲間とはいえ手は抜かん。甘い。いかん。ここか。いかん。その強さ見習いたいものだ。鍛錬でなければ危うい。ゼルコバだ。語ることはない。ソルム王城兵ボネだ。甘い。ここか。いかん。敗北の味は苦いな。鍛錬でなければ危うい。破甲的指环给谁呀？七，还是应该给他呀。风花雪月加二力量，你什么人好疯了呀？
这神威的到时候要给那个乐儿用。加恶力的，还是加魔力的？好分啊，加魔力的给谁？ジャンです。なんや緊張するな。私はエイリークです。よろしく。やっ、はい、兄上に合わせる顔がありません。ちょっとは一人前になれたやろうが。よわ。エイリークさんは病気や怪我とは無縁なんやな。医者いらずで自分の存在意義が揺らいでまうわ。確かにその通りですね。そういう意味では私とあなたは水と油のような関係なのでしょうか。イルシオン王国第一王女アイビー、共に学ぼう。よっ、うっ、うわっ、よっ、うっ、よっ、うっ、これは手本にならないな。単なる偶然よ。何かあったのか。ため息が聞こえたが。少しだけお父様のことを思い出していたの。ただそれだけよ。くれてありがとう。イーリスの王女ルキナ、
参ります。それ悔しい。あなたの指輪を使ってた罪滅ぼしなら。他谁？简单难度可以啊，前面两个简单的难度可以啊。ことのない雰囲気の節だ。これは過去の失われた楽曲、いや逆に最先端の。没印象。気持ちよかったわ。ありがとう。仕上がりが楽しみです。あんまり綺麗になりましたか？嬉しいです。すまないが頼む。そんなところも磨く。あんたにとって恥ずかしくない姿ならそれでいい。お手数おかけします。どうでしょう、ピカピカになりましたか？汚れてて恥ずかしい。そこあまりにそことても幸せな時間でした。次が楽しみです。助かるよ。お、こう隅々まで磨かれるとこそばゆいな。優しくしてね。あ、そこだ。すっごーい、ピッカピカだね。遠慮しなくていいわよ。心地よかったわ。またお願いね。
月光才是最牛逼的，月光才是这个游戏最牛逼的技能。菜呀、啊！商売人は料理も得意よ。実は包丁怖いけど、頑張るわ。えい！高級料理にも。お。へえ。お弁当も。关键是其他人学不会月光啊，关键那群废物学不会月光啊，能学月光的人才牛逼，那有奇迹能学月光的人就更牛逼了，大家都牛逼的情况下谁会月光谁牛逼，这个不知道怎么刷，这看运气的吧，这个大家都是小绿人，那有月光的肯定比没月光的厉害啊。好贵呀、啊！要不要抢点其他的？少三个银才加这个，这个强强，受けたまわりましょう。好贵啊，在上面抢不动了。三个。哦，想起来了，我要给他做一把。勇者弓和勇者枪。就是你拿勇者弓，然后月光打四下，哇操！有月光太变态了。对啊，就是你拿勇者弓，然后一直发中月光。打太变态了，还有钱材料要拆一些，下次来做，下次把勇者弓和勇者枪都做了，然后让他们两个一起，等人再赚点钱回来吧，把那个勇者弓勇者枪给做了。黑妹拿勇者枪，还有什么事情没做？都做，打个外传。
希望城堡，ここは一体どこ？好像上次看过了。四十公。还是有点难度哦，还是这个艾克会破墙，艾克会破墙，他等一下前面还能守一阵，他破了这个墙，我想一下，先打这关吧。上场的人数，真的要配到。配到右下角，守住这个路口。哎，这个骑兵，你没办法把这个骑兵给骗上来。多少？三十七。三十七。四十一。等下两个点。先往正下方杀吧，把正下方杀，先站着这个点，等艾克把这个墙拆了再撤。先要把下路打穿。拿过来，
下去个人，谁下去？谁下去啊？下面，下面敌人会来援兵吗？敌人有没有？35、35，刀剑将领也走得太慢了。如果那刀剑将领走得快一点的话，不稳。35，来换个戒指呗。33，エーデルガルトさん。他这关先不上了。右边谁来扛住啊？哎，感觉打不过，试一下，感觉打不过。さあ見せてみ。